き、はいえー、今日もですね YouTube の視聴者様よりご質問いただいております、えー、体重6 5キロ、身長1 6 3センチでフリースタイルのスキーをやってる方です、はい、今度柔らかい板で1 6 4センチの板を履こうと思ってますグラトリやパークでは支障が出ると思いますかってご質問いただいておりますのでこちらについてえグラトリかパーク はい、グラトリとかパークにフリースタイルスキヤーで入られるそうで、今まで何乗ってたんか。あ、すいません。まずよろしくお願いします。お願いします。はい。え、今まで何の乗ってみえたんかな。固めなのかなっていう。そうです、ね。それに比較して柔らかいのを選ばれたのかなというふうに想像つくんですけど。はい。今までは長さいくつだったっけ？今まで長さは書いてなくて、身長が163センチ、体重65キロっていう情報をいただいてるような。で、63から65の長さってこと？えっと。 板の長さは今度は1 6 4センチ板なんですけど、はい、今乗っているものはちょっと情報がない感じですれと比較してどうなのかっていうのもあるけどあの当然そう柔らかくすればあのもう雪面からのこう衝撃っていうのは吸収しようとするので、はい、まあどちらかというとスピードは出ないですしはいまあその、まあ、ある意味まったりしてるっていうかまあ 低速でこう動かすすみたいなな感じになってくると思うんですよ、ねはい、で、今までの長さに対して硬さに対してどうなのかっていうのも比較の対象になると思うんですけど、はい、その64がどうなのっていうふうに考えると、うん、そのいやもう少し短くてもいいのかなと逆に思うんですよね。それ勝手な話かな。はい、で安定感考えればそれは60 64っていうのはあった方がいいと思うんですけど、はい、まあそれが多分。 は一番長い長いところだろかなというふうにその体重で考えればあのまあ身長的には例えばもし163センチではい極端な話の80キロ90キロあれば、うん、はいそうでその板を剃ってしまう剃ってしまうわけだからああらかその柔らかい板であればで、はいはいね、ちょっとなんだろうなえー、っとお話がまだちょっと はい、詳しく話せないんですけど、はい、そのフリースタイルで考えていけばスピードを出してそのパークとか入っていかれるんであれば、はい、どうなんだろうってそれはちょっとあまりこうなんだろうあのハ,ハードには滑れないっていうか激しくは滑れないっていう,うん、うん、例えばキック力もないから高さも出ない,はい、はい、でもグラトリアル分には、うん、いやそれでいいと思うしもう少し短くてもいいんじゃないっていう風に思うんですけどねどうなんですかね。あの と思うんですけど、はい、だからその体重がもっともっと重たくて、はい、あの体もあの大きい人だったら、はい、やっぱり64とか70ぐらいあっても構わないとは思うんですけどただどちらにしてももう明らかにグラトリで、うん、パークだったらどちらかというともう少しあのハードなものというふうに分けていかれた方がいいのかなという風にグラトリとパークでちょっと 向く板が変わってくるってことですねパフォーマンス上げようと思ったと高さを出したりとか例えば、はい、あの飛んだ時の、はい、あとちょっと硬くてもこうあの、まあ、エッジのコンタクトがいいものっていうのは少し固めのものなので。はい そういうういいい意味ででは分けけて帰れた方がいいかなと思うんですけどそこまで僕は何だろう飛ばないので <laughs> 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 私あのあのあのグラトリもやらないので、はい、まあちょっと分かりにくい部分があるんですけど、はい、でもちょっと今気になるのは、はい、体重がそれほど重たくないので、はい、もう少し短くてもよかったのかなというふうに思うんですけどこれ気のせいかもしれませんけど。ね、あのでもも周りにもっと、はいあの 上手な方がお目にかると思うので、はい、そのその人たちのあのお話を聞いた方がいいのかなというふうに思います。あのちょっとでも分けた方がいいかなと。その、はい、やっぱりその全部を賄おうとすると、はい、結局中途半端になっちゃうので、あいた。そのシステーションに合わせるっていうか、はい、例えばパウダーはパウダー系の幅の広いダイし、はい、でそれも中途半端に短くするんやったら、はい、例えばあらあの その方の方体重で言えば、はい、170中盤から後半あっても構わないしパウダーだけで考えればはい,は,いはい。だから大体みんなその名、ね、にどっちもいけるっていう、はい、でそれは結局は多分あのどっちもまあまあで終わるっていうところでだからあのパフォーマンス自体はそこまで上がらないというふうに思っちゃうんですよね。 だからレースはレースの板やし基礎は基礎の板やしパウダーはパウダーの板やしでもそこの中で基礎だけ唯一いろんなことをやる例えば教えることをするから真ん中の板を買うって方もおめになるわけですよ。ん。あそれは分かるなという小回りも大回りもできるっていう。だけどもう自由に選べるので私たちは人に教えるわけじゃないので。だったら そののシシチュエーションを想像して自分の体重と、はい、だ例えばパウダーだったら75ぐらいから80ぐらいの幅の広いやつでってウエストが 100, 100ぐらいあってみたいなものをこう選んだり、はい、だからドンピシャそこに合うようなものを選んでいった方がうん、うん、そのかしゲレンデで使うには何か使えないなみたいな、はい、<laughs> っていうのはしょうがないかなと思うんですよ。はいはい、でそれを両方使おううと思うから、はい この深い雪には入れなかったり、硬、はい、い雪には合わなかったりとかするんですよね。はい。うん、だから、まあ、それは、あの、そのシチュエーションに合わせて、こう、板を変えていく、チョイスするっていうのが。<laughs> うん、もう、本当に一番楽しいと思うんですよね。うんだから皆さん、その、だいたいその、発想が。真ん中っていう発想が多いので。はい。あの、例えば、レーサーで言えば、スラロームが。あの、大回りじゃないですか。はい。ジーじゃないですか。はい。で、その、さらに。 スーパージとか、ダウンヒルがあるわけじゃないですか。はい、って言ったら、もう本当に、あの、こう。ウエストの、こう、極端なやつから、ま、はい、っすぐみたいな板になっていくわけですよ。<laughs> はい、真ん中の板って、ほぼないって。でも、うん、も、もともとみんながレーサーじゃないので。はい、うん。そう考えたら、ゲレンデで楽しみやったら、基礎が一番、その、範囲が広くて。うん、真ん中を教える人は、真ん中を使うっていうのは、うん、なるほどなっていうのは、わかりますよね。うんうん、それ以外は、もう、今日はこれで使うんだと。 はい、明日はこう雪がたくさん降るから、はい、もう昨日から降ってるから、はい、パウダーの板を持っていくんだと幅の広い板、はい、それでいいと思うんですよね。うん、でそれまあ心配だったら2本持ってって、はい、ゲレンデでも使える板を持ってって。 でもグラトリならグラトリである程度絞っていくっていうことをやった方がいいかなとでそのかわしグラトリやっててあちょっとパークも入ってこうってなった時にそれは多分今持って見える板よりはパフォーマンス上がらないと思うんですよそれはしょうがないかなら昼から変えてくるとかパーク入るからってでそただそを板を乗ってくって多分乗ってみられれば分かると思うんですよ遅い遅いとか鈍いとかいろんなこと言われると思うんですよね。それれなりりにやっぱ自分経験さて それであのチョイスが変わってくるっていう。はい。今日はこれみたいな感じになって、はい、だから楽しく帰ってこれるっていう。うんうん、楽しんで帰ってこれるっていうところですね。なるほど。はい。と思います。目的絞った方がいいですね。そうですね。真ん中ってほぼその大体で終わるってことですね。<laughs> でもその大体でよければいいんですけど。<laughs> はい。まあちょっとあの、あの余分なこと言ったかもしれませんけど、はい、もう少しその詳しく、その百六十四の板で。はい 柔らかいい板っていうのは、うん、多分ツインチップだと思うんですけど、うんはい、それはスキーの方ですよね。スキ,はい、スキーですよね。ですよね。なのでそれでまあ多分一緒にやってる仲間さ,さんたちと話をして、はい、まあそれで選んだんであれば、はい、そういう低速も OK でグラトリメインになってくると思うんですけど、はい、グラトリメインだったらもう少し短くてもいいのかなとはふっと思ったんですけどそれを多分皆さんが乗ってる板がそういう板であれば、はい、僕はそれでいいと思うんですけどというとこですね。 分かりました。はい、今回こうしたら中途半端で,、はい、で,で申し訳ない。はい、ありがとうございます。はい、えー、ただいま、えー、チューンナップのキャンペーンを始めました。えー、っとですね、下にある URL をですね、えー、またクリックしていただければ、またその方法なりえー、っと説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー、スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や 体作りなどどんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せくださいおかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています板のチューンアップでおお悩みの方はお気軽にご相談くださいチューンナップへのこだわりについて説明欄の URL よりご覧いただけたら嬉しいです スキースノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方走る板を作りたい方へサーモバッグのキャンペーンを行っています柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします詳しくは YouTube の説明欄よりご確認くださいスキースノーボードの板を大切に使いたい方はホットワックスがおすすめですこれからホットワックスを始めたい方のエントリーモデルや もっとしっかりとホットワックスを入れていきたい方のエキスパートモデルの用意がございます。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。